千葉県の木更津に来ました。どういうお二人なんですか。します。ずっとしたくてデリバリーアートソンを。何で最初知ったんですか。ココナッツディスクでドツのポリスを見て、違う高校でドツを聞き合ってつながってました。よかったです。ナイトクルージング昼間に歌ってガリガリ君に恋してる僕は何回この道を歩いてくのかな。ああ本気で好きな人を聞きたいです。ああできないか。本気で好きな人を聞きたいっつってて、電話越しで歌ってもらっていい。生きてればいいことある。生きてればいい。ワンツースリーベイベー。生きてればいいことある。